でかき混ぜる。あ、こうなるんですよ、これ。見てこれ。フライパンの中だけで作れちゃうんですよ。トロットロなのよ、これ。どうも、ダメ人間です。ということで、本日はですね、ほろ酔い気分です。なので、こんな時に何が食べたいかっていうと、やっぱりね、このカニ玉です。カニ玉、食べてますか？私は、なかなか食べません。なぜかというと、なんでだろうね。まあ、今回ね、気候のカニ玉を作るっていう回なんですけども、カニ玉って缶詰のカニ缶を使ったりっていうレシピとかあるんですけども、手軽に作るっていうのが僕のカニ玉のイメージなんで、今回はカニ玉をカニ釜で作ります。このまま食べても美味しいですよね。僕はこれほぼカニだと思ってますので、今回カニ釜をカニ玉で作っていきます。とりあえずやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料超簡単。卵、今回ちょっと大きめに作るんで、卵4つ使います。カニ玉、カニ釜です。 80g、 1袋分ぐらいです。お安いやつでいいんで。高いカニを使えばもちろん美味しいんですけども、それでは僕の思う思考ではないんですね。高くて美味しいは当たり前なので、今回はこういう冷蔵庫にあるような素材を使って作っていきたいと思います。至高のカニカマを作る上でものすごく大事なのは、自らを至高にしていくことが大事だと思うんですね。カニ玉ってどっちかというと僕おつまみでスルスルと入っていくような感じだと思いますね。それに合わせたようなね、安い食材を使って自らを至高にしていくっていうのが僕の信念なので、やっぱ今日は僕が至高になっていかないといけないと思うんで、至高になっていきます。これ飲んでください。でそこでおもむろにグラデーションが超綺麗じゃないですか。優しく回転させながら混ぜていきます。そうするとなんとハイボールができてしまいます。しかもね、もうね、これ炭酸水キンキンに冷えてますから、くわー、絶対に薄まらないハイボール。じゃあこの至高のハイボールを飲みながらやっていきたいと思います。ボウルに卵割っていきます。今回4つね、卵4ついきます。割らない、学ぶ5分の1ぐらい、これぐらいですね。パラパラっと入れていきます。味の素です。1、2、3、これでね、ちょっとね、卵にね、旨味をつけておく。これ重要で、かなり重要。胡椒、これぐらいですね。ちょっと多めです。カニカマね、できればこう2本ぐらい残しておいてください。これ2本、それ以外はね、全部裂いちゃう、裂いちゃってください。できればね、ちょっと細かめに裂いた方がいいです。これね、カニカマで作るんですけども、もっちょもちょうまいです、これは。はい、ということで細かめに裂いていきます。全体的にこのカニカマカマカニカマカマカニカマカマカマ、そしたらここで全体的に混ぜます。こうやって結構ね、多いです。卵4つですからね、2人前ぐらいあります。そしたらですね、火を使っていきます。そしたらですね、火にかけます。ごま油とかでも悪くないんですけども、サラダ油でね、結構入れます。大さじ2杯ぐらい。油をね、ちゃんと引くのが大事です。これ火にかけておく。半熟に火を通すために何が必要かっていうと、多めの油でさっと半熟にしていくことですね。強めの中火ぐらいです。じゃあいきます。もうね、バーッとやっちゃってください。バーッとやったら、はい、バーッとやったらこうやってかき混ぜる。でそうすると油がね、油の感じふわふわになるんですよ。はい、で一瞬でこれで固まります。はい、一瞬で固まります。こんな感じで固まります。そしたらもうお皿にのけちゃいます。これがね、非常に重要です。この状態にするにはやっぱり油多めにしてさっといく、これが重要です。こんな感じで丸くね、このフライパンでいいんで、あんを作っていきます。水、150cc ね、フライパンに入れてください。はい、これね、火止めたままでいいですからね。ホームシャンタン、まあ、こういうウェイパーでもいいんですけども、中華練りタイプの中華スープですね。これ小さじ半分、片栗粉小さじ1半で、これですね、片栗粉小さじ1と半分。はい、これフライパンの中に入れちゃっていいですか。入れたらよくね混ぜる。で火にかける。混ぜながら火にかけてくださいね、これね。で火にかけていくと、どん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 ね、片栗粉が固まって、いきますんで、すぐ溶けちゃいますから、これ全体的に。火が入るとあんになってくるでしょ。これトロトロのあん、これね、ちょっととろみをつけます。見てこれ、フライパンの中だけで作れちゃうんですよ。このあんかけていきます。白いね、塩あんこうやってかけていきます。ほら、めっちゃうまそうでしょ。たっくん、めっちゃうまそうでしょ。めっちゃうまそうだよね。トロト
そうそう、トロトロなのよこれ。これが大事で、最後に余ったこのカニカマちょっとね、こうやこんな感じで真ん中にね乗せるとかわゆすなので、トロトロの塩あんとこの卵を合わせることによって非常にですね、中華屋さんっぽい仕上がりになります。はい、こんな感じですね。小ネギを散らしましょう。パラパラっと、はい、ね、お野菜入ってないんでね、パラパラっとね。かわいいですね、かわいいぞ。これ好みなんですけども、ラー油がねかかるとね非常に塩あんが映えますんで、ラー油かけてください。はい、こちらで至高のカニカマ完成でございます。それではできましたのでいただきたいと思います。いただきます。これですよ皆さん、ほらとろっとろ、スプーンでいただきたいと思います。いただきます。おほほほ、おお、くわ最高にうまい、とろっとろです。卵のとろとろ感やばいっすね。塩あんがかかることによってより卵が強調されるんですね。うん、うまい。塩味しかついてないので、これを、これじゃねえや、ハイボールかけるだってさ、似てるじゃん、色が、色が似てるじゃん、形状も似てるじゃん。これお酢ちょろっとかける、酢の酸味が入ったカニ玉っていうのもすごく美味しいんで、めっさ合いますね。ということで、スタップチャンス、あの特別ドリンクを用意した。飲んだことないでしょ。いや、ないないでしょ。どこで飲めんすか。フレンチ。おはようございます。おはようございます。あ、うまいでしょ。このぐらいのトロトロ加減にするのは割と難しいんだけど、めちゃめちゃトロトロっすね。いただきます。うん、あんもめっちゃ絡まってうまいですね。トロトロの卵とトロトロのあんが重なるとめちゃめちゃ一体感出るでしょ。ラー油のピリ辛感もあって、そう、ラー油ちょっとポイントで、具材がカニカマと卵だけで結構単調な香りだから、ラー油を垂らすとちょっとピリッと中華感がこの酢を使って、いやいや、これ酢これ飲んでるって思います。あ、この酢を使ってちょっと味変を、はい、あんまりかけすぎるとあれなんで。あ、オッケー、酸味があってもうまい。全然違いますね。ちょっと酢垂らして最高なんです。これは町の美味しい中華屋さんでこういう感じの味、ね、町の美味しい中華屋さんのカニカマはこれです。ごちそうさまでした、はい、じゃあこれ全部飲んで、これはじゃあちょっと、はい、これ全部、はい、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということで皆さん、ポイントは油をちょっと多めに使うと、温めたフライパンにジュッと流してもう1分もしないで取り出す、そして塩あんを混ぜることによってこの究極のとろふわ感、ぜひ皆さんやってみてください。カニカマ、あ、カニ、あ、ちょっと待って、もう一回やってもいい？あの、俺何を言おうとしてたんだっけ。あ、今回ね、至高のカニ玉を作るっていう回なんですけども、僕は個人的にカニカマ、カニカマとカニ玉が分かんない、カニ玉とカニカマが分かんない、